はいどうも、こんにちは、ヒカルです。はい、どうもこんにちは、白黒チャンネルチューニーです。ヒカルゲームズのヒカルちゃんです。誰うるさいな。というわけで今回ですけども、マインクラフトパート4ということで、3でね、鉱山に探索行きまして、羊さんといて、行きまして、いろいろ素材集めたんですけど、足りなかったんで録画外で結構集めました。はい。で、まあいろいろ、そうだったね、金とかあったね、うん、金とかラピスラズリとか、ラピスラズリとかあったね。ね、こんな感じでまあ整理とかしたりして、意外とさ、まあ、細かいよね、うん、俺はな、うん、で、ダイヤは見つからなかったんですけど、レッドストーンとかいっぱいゲットしたんでね、金とかね、それでレッドストーン反復装置とかね、あとまあレバーとか、ね、ピストンとか、一応まあ先輩先輩、何ですか。いや、何でもないです。何やねん。自動小麦収穫機を作ろうということで、はい、前回探索に行って、はい、で、録画外でもゲットしてきて、はい、一応まあ必要なアイテムを揃えました、はい、で、まあパソコンでね、一応まあ見てね、それを真似して今から作っていこうかと思います。そう、 YouTube の動画でね、何ですか、エビチャンネル、エビチャンネルだった気がするな、エビチャンネルさんの動画を見て、それを参考に作ろうと思います。はい。で、無限水源も一応作ってます。ここに、ここと3つ3マスやって、端っこに水入れると、この真ん中が組み放題なんですよね、こうやってね。そう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 、こうやって、そう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 、ちょっとダサかったな。うるさい、格好つけてなんか、うるさい、下かぶりしたけど、うるさい、全然もう水の組み方すら知ってなかったよ。で、やり方なんですけど、まず土台作りなんで、はい、田んぼを作っていきます。はい。で、田んぼの作り方ですけど、とりあえず15マス、はい、ここ、どこでもいい、適当にここら辺からでいい、光氏の足元からでいい。ああ、いいですね、こっちから。ここ でも、もっとこっちぐらいの方がいいんじゃない。これのいいじゃ、ここから始めよう。じゃあ15マスで、15マスで、この15マスのところから8マス開けて、開けます。で、ここが15マスね。これがまあ土台、田んぼの土台になる部分ですね。で、これ枠組み、一応分かりやすいようにここ枠作っておきます。まあ石でいいかな。次、両サイドに水を流す、水を流します。ここですね。そう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 。で、組むじゃん。じゃん。組まれるじゃん。組むじゃん。そうそうそう。で、この端っこにも水を流すと。そうするじゃん。これが、水が4マスなんだよね。畑がさ、潤うのが4マスなんだよね。4マスまでなんだよね。だから多分、これでぴったしっていう。そうそうそう。ことですね。で、こんな感じで水流しておきます。うん、で、ちょっとどこ、うん。無限水源便利やわ。で、続いて。無限水源便利やわ。ですけども、水を隠します。ここね、うん、こういうことでしょ、うん、あ、そう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 、こう水を隠します。次は、3マス後ろに土も置きます。3マスね、だから、1,2,3、ここまで、ここまで、あ、見せた、見せた、やめてやめて、もう一個、こういうこと、そうそうそう、ここここ、こういう感じで置いていきます。3マスね、これもね、田んぼになります。オーケー。で、2段、だんだん、次2個掘ります。下に2段掘り、ここに2個掘る、ここ2段掘る、2段、この感じで、ね、2マス掘っときます。で、2マス掘った状態で、この下にピストンを置いていく。ピストン、ピストン、これさ、ちょっとさ、端っこさ、もうちょっと掘り、あ、向きが違う。そう、ピストンは向きがあるんですね。これそっち掘る前に置いた方がよかったな。そうだった。で、この横っかは、あ、これホランディア行こう。ここホランディア、ミスだミスだ、あー、掘るって言った。邪魔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 、人間ミスあるんやったらあるんやん。そうね。で、このピストンの横に導火線を引いていく、要はレッドストーンですね。レッドストーン置いていって、この横に、はい、9個しかない。あ、俺は持っとうから、この辺大事ね。レッドストーンが導火線、まあ、電気回路、電気を通るすんですよね、うん、電気回路みたいなやつ。ここにで、レッドストーン反復装置を置く、反復する、はい、でもう一回、さらにレッドストーンを置く、近いで、レバーをここら辺に持ってくる。で、これさ、ここ、あ、そこ動作確認しよう。ここにさ、あ、そっか、これで入れて、レバースイッチ、多分この入れて、あ、来たー感じで動いていきます。これが使
作りたかった、うん、これが、自動小麦収穫機で必要な装置、はい、でこのピストンの上に砂を置いていく。次ね、砂を置いていきます。2段置きます、砂をね、パパパパパッとね。この後ろは、レッドストーンの上は石でいいんだっけ。いや、ちょっと待ってよ、それはな、ちょっと待ってな、まだ結構あんの。で、ここを蓋をせなあかん、ここに蓋を、はい、蓋をします、うん、で、これ蓋は土でした方がいいと思う、もしやり直すときに何か困ったときに壊しやすいから。ね、レバーここやったらやりにくいんで、もっと表に持ってこようということで、はい、レッドストーンでここ引いていきます。ここ、こんな感じでね、うん、リピーターを置く、ほら、あ、来た、来た、来た、やった、はい、これが痛かったんね、はい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 、これが俺らをやりたかったんだよ、そういうことだね、こういうことね、はい、来た、はい、来た。これでとりあえず装置ができましたね。で、続いてですけども、囲いを作っていくんですけど、まあ今作ってくれてるから大丈夫かな、うん、そんな感じで囲いを作っていって、次はね、一番奥側にね、水を置きます。この間、この土が今あるところに水を、おー、できてきた、入れていきます。で、これはね、平らな水じゃないとダメなんで、で、こんな感じで水を敷き詰めると、このピストンを下げると水が流れてくるという仕組み。まあこれは実際にはまだしないですけど、まあこんな感じですね。うん、こんな感じでいいね。あ、とりあえずあれじゃないですか、装置がちゃんと動くかどうかチェックしませんか。あ、チェックするか。はい、で、ここに小麦をまいて成長しゅつって、ここに全体に水が流れると一箇所に小麦が流れて痛い、そう、来るということね。イエーイ。あ、こんな感じでね。で、これあれなんだよね、うん、なんかその水が何回まで流れないんで、2回やれば流れる。これさ、タン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 ってやつ流れる。そう、オッケー、これで流れてないやんか。あー、来た来た来た、あー、流れた、よー、さあ、どうなるのか。おーおーおー、あ、来た、大洪水、大洪水。え、でもめっちゃいいんじゃない、ほら量は多いけど、ほら、いったよ、やったオッケー、成功し、イエーイ、来た。これがやりたかった、俺は。やりたかったね。これがやりたかった、俺は。お疲れ様でござった。お疲れ様です。で、これで一応装置できたんで、あと耕していって稲を植える。あれじゃないですか、あの夜も育つようにさ、ああ、松明やな。ライティングをさ、で、松明置かないと夜も育たなくなるらしいんで。お願いしていいですか。じゃあ私植えますね。うん。じゃあね、次。暗くなってきたね。寝ようか。普通にね、まあ、これの状態ではまあ、OK なんですけど、一応。もうチェストに直接、あ、まだ無理やわ。一応これ流れてきて、この真ん中に全部小麦が集まるような今仕組みができてるんですけど、この状態だったら小麦をまた取らないといけないんで、自分でもうそれもめんどくさいから、チェストに集めたいなっていう場合、スポナーっていうのを使うといけるみたいなんで、それもちょっとやってみます。ジョウロみたいなやつだよね。ジョウロか、ジョウロじゃない、なんだっけ、なんかロート、ロート、そう、ジョウロ全然ちゃうやん、ロみたいな。で、やり方ですけど、この真ん中に開けます穴。じゃあ私は植えてます。じゃあ、ヒルシの上にご覧ください。で、ここ穴開けますね。で、ここまあもう分かりやすいにこれやっておきます。で、この2マス下にこういう感じで開けていく。 OK。で、こんな感じで2マス空いたんで、ここにね、チェストを置きます。俺もちょっとここら辺ちょっとうろ覚えなんでね、まだちょっとよくわかんないんで、多分合ってます。で、チェストを置く、置く、で、このでかいチェストですね、ラージチェストを置いて、この上に、この上に、ホッパーってやつを置くんですよね。あった！え、これ何できるの？チェストと鉄の延べ棒ね。チェストの延べ棒ね。ホッパーを作ります。もう探検行った時に鉄はめっちゃゲットしたもんね。うん、鉄と石炭ね。そう。で、このホッパーを多分この上に置けば OK やったはず。はい、来た！はい、来た！来た？
多分来た。おお。でこれをこれほらほらほら来た。ナイスナイス。ほら来たんちゃう、これ来たんちゃう。待って待って、うっかり流さないでね。でこれでこの流れたやつがこのホッパーを通じてチェストの中に入っていく仕組みができたはず。移動小麦収穫機ですね、まさに。そう、この水に流れますね、石砂がヒュワーンと行くと行くでしょ。行って消えたら、消えたら OK。 消える、あ、消えた、入ってる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 、入ったら来た。ナイスナイス、すげえ、これホッパーすげえ、ホイチョシステムで、勝手にまあここに小麦と種が全部入ってしまうという仕組み完成です。はい、じゃあというわけで、結構ちょっと時間置いたんでね、もう3日4日ぐらい待ちましたね。3日4日、うん、もっと待ったかも、ね、もっと待ったかもしれんぐらい待って、うん、とりあえず、稲が育ちましてね。あ、でちょっと外観も変えたんだよね。そう、外観もかなりこんな感じで、動物が入れないようにしましたね、うん、で見えるように、でここ端を押せてね、こんな感じ。おー、すごーい。地味にあの井戸となんかソロセットみたいな感じになってない？いや、いいねいいねいいね、はい。まあ、こんな感じでね、かなり外観も一応気合を入れました、うん、まあ、まあちょっと育ってないとこあるんですけど、まあ、うん、それはもうちょっと待つのしんどいところでね、チューニーさんがご立腹なんでね。そうだから、もう待てないところです。待てない、採取の時期だ。もうやりたい。じゃあ俺じゃあ画面見とくわ、こうやって。そうだね、うん、じゃあスイッチ押してくれたら。いい？いいか、いいで。スイッチどうぞ。あれだね、あそこにさ、何かんのかよ、こっちあそこのさ、うん、上に松明置いてるけどさ、うん、あの松明ってさ、水流れたら流れちゃうね。多分流れんだよ。そうなの？多分やってみよう一回。いくよ。あ、間違えた。いやいや、壊したの、壊したの。いくよ、どうぞ。うわほら、うわすげえ、松明流れてん、ほら。うわすげえ、ほら、松明流れてなくない？あ、いや流れてるじゃん。上なくなった、ほんま。うん、おーおーすげえ、最初の時期じゃーい。すげえすげえすげえ、これ全部いったら言って。オッケー、これすごいな、やばいね。うーわ、気持ちいい、これあんだけ。もうここで大丈夫じゃない、もういいんじゃない。うん、大丈夫、いくよ、いいね。おー、完璧。見ていい見ていい、待って待って待って、あ、この辺ちょっと入りきんなかったんじゃない、入りきってない、見ていい見ていい、いいね。おお、え、あれ、あ、今頑張ってる頑張ってる、ほら、あ、今頑張った頑張った頑張った、おお、来た来た来た、おおおお、すげえすげえすげえ。あ、小麦が何個取れるかいね。今ちょめっちゃ頑張ってるから、ちょっと、ね、種めっちゃすごいね、ほら種が、おおー、いったー、小麦来ました、ついについに我が家もパンが、パン生活だね。これで小麦、ここに小麦、ね、ちょ、焼く気焼く気焼く気、小麦焼く気、けただのファイヤーだしさ、うん、ご飯、そう、あ、これ一番右、パーン、パン何、3つで1個やから作りましょう。おー、結構できる。あー、50個できるやんね、これだいぶ持ってて、50個あったら。いやー、完璧や。いやー、完成しました、やったー、イエーイ。いやー、やったで、すごいわ。食料難でしたからね、しばらく。あー、いやー、というわけでね、今回は自動収穫機ですね、小麦の完成しました。わーい、ふー、いやー、やったわー、やったね。うん、まあこれで今後はね、パンに困ることもなく、食料に困ることもなくなったんで、うん、とりあえず一旦完成で、まあここから先なんかもうちょっとね、上側をなんかしたりとかできんこともないと思うんですけど、とりあえず一旦完成で、いやー頑張った、いやー頑張った、お疲れ様でした。次じゃあどうするかやな。そうだ、ね、次はもう家を作るか牧場を作るかやな。そうだな、とりあえずは、うん、同化しとるよ、石と石と石ブロック同化しとるやん、こいつ渋い顔して、うんうん、ということでね、次、まあコメント欄でなんか、これ作ったらいいんじゃないですかとか、これ作ってほしいですとか言いなかったら、また、待ってます。うん。というわけで、今回は小麦自動収穫機、見事。ちゃんと言って、ちゃんと言って。いやー、自動収穫機ね。はい。見事ね、サクセス成功ということで。よーし、お疲れ様でしたー。いやー、お疲れ様でした。じゃあ今回はこれで終わりまーす。またねー。バイバーイ。バイバーイ。今日も最後までご視聴ありがとうございました。Thank you forever, ピカチュウです。また見てねー。See you next time, dudes.